皆様、本日は2025年大阪・関西万博キャラクターデザイン公募最優秀作品発表記者会見にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。司会を務めます若井由紀子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。先ほどのオープニング映像にてキャラクターの選考過程の様子をご覧いただきました。いよいよこの後大阪・関西万博キャラクターデザインの最優秀作品が発表になります。それではまず国際博覧会担当大臣若宮健嗣様よりご挨拶をいただきます。若宮大臣よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。国際博覧会担当大臣の若宮健嗣でございます。2025年大阪・関西万博のキャラクターが本日決定しまして、いよいよ国民の皆様方にお披露目をできること、とても嬉しく思っております。最終候補の3作品はいずれもテーマであります命輝く未来社会のデザイン、これを体現し、ロゴマークとの親和性、あるいは協調性を持った素晴らしい作品であると思っております。2025年大阪・関西万博では、一人一人が参加し、皆さんの手で作り上げていく万博だと思っています。これから発表されますキャラクターが、お子様からお年寄りまで、そして世界中のあらゆる方々に、愛されるものとなり、万博やその先の未来をみんなで作っていく、共に作る競争の象徴として、大阪関西のみならず全国的な機運醸成や世界に向けての発信力につながることを期待いたしております。2025年の大阪・関西万博まで来月の4月をもっていよいよあと3年となります。長いようで短い期間だと思います。魅力あふれる万博となりますよう、担当大臣といたしましてもさらなる尽力をしてまいりたいと思っております。引き続き全国の自治体、経済界の皆様方など、みんなで一致団結してオールジャパン体制で万博の成功に向けて取り組んでまいりましょう。今日ご来館いただいてます、お集まりいただいてますマスコミの皆様方におかれましても、この機運醸成、マスコミの皆様方の力にもかかっていると思います。どうぞよろしく申し上げます。ありがとうございました。若宮大臣ありがとうございました。続きまして、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会事務総長石毛博之よりご挨拶並びにキャラクター選定のこれまでの概要を説明させていただきます。よろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました2025年日本国際博覧会協会事務総長石毛でございます。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。先月2月にですね、企業団体などの大阪・関西万博パビリオン出展参加者、またテーマ事業への協賛企業を発表いたしました。来週3月末にはドバイ万博も閉幕をして、4月には大阪・関西万博開幕3年前を迎えます。いよいよ本格的に大阪・関西万博が指導してまいります。そして本日ロゴマークに続きまして、万博のシンボルとなる公式キャラクターデザインを発表させていただきます。さて、冒頭の映像でもご紹介させていただきましたが、昨年11月に公式キャラクターのデザインを一般公募にて受付開始いたしました。その結果、全国各地から
1898作品という大変多くのご応募をいただくことができました。ご応募いただいた1898作品について応募要領に沿った応募であるかという形式要件の確認を公募事業局において行いまして、1785作品をデザイン性の観点からデザイン専門家による審査会を昨年12月に実施をしました。そして候補作品を10作品まで絞り込みをしたわけであります。その後、原健也さんを座長としてさまざまな分野の方を委員に迎えました選考委員会を1月に開催をしまして、最終候補作品の選定を行いました。そして国内外での選考商標調査著作権確認を経まして、今月3月2日に最終候補3作品を発表いたしました。また3月2日から10日まで皆様から作品のご意見をいただく意見募集の期間を設けました。9日間という短い期間ではありましたが、4万件を超える大変多くの貴重なご意見をいただくことができました。先ほど開催しました最終選考会においてお寄せいただいたご意見を参考にさせていただきながら、選出された最優秀作品を本日発表するわけであります。ここで最優秀作品の選出方法についても少し触れたいと思います。最優秀作品の選出は議論と投票によって行われました。審査の観点の一つであるロゴマークのデザインやコンセプトとの親和性、協調性を中心に、また決定したキャラクターが今後どのように活用されていくかなどを想定しながら議論を進めた後にですね、投票を行いました。過半数以上を獲得した作品を最優秀賞に選出いたしました。本日発表するキャラクターにはまだ名前がありません。詳細につきましては改めてご説明の場を設けますが、キャラクターの愛称につきましても広く皆様から募集をしたいと考えております。キャラクターは大阪・関西万博の象徴として末永く世界中から愛される存在になることを期待し、また皆様と共に育てていきたいと思っております。最後になりますが、作品をご応募いただいた皆様、最終候補作品へご意見をお寄せいただいた皆様、そしてキャラクターデザインの作品選考にあたりまして、ご協力ご尽力をいただいた関係者の皆様方に改めて感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。石木事務総長、ありがとうございました。さあ、いよいよ1898作品の応募作品の中から公式ロゴマークに続く大阪・関西万博のシンボルとして公式キャラクターデザインに選ばれた最優秀作品が発表となります。それでは準備が整いましたので、若宮大臣、石毛事務総長、ご登壇ください。そして本日はこの方にも会場にお越しいただいております。大阪関西万博アンバサダーであります松本幸四郎さんです。幸四郎さん、どうぞ壇上へお願いいたします。皆様拍手でお迎えください。大阪・関西万博アンバサダー松本幸四郎です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。幸四郎さん、いよいよ発表の瞬間を迎えますね。はい、そうですね。もう本当に、どの作品が選ばれるのか、とてもワクワクしておりますけど、まあ、何はともあれその瞬間にこう立ち会えることができるというのは、本当に光栄に思っています。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、それでは若宮大臣、幸四郎さん、石毛事務総長、
アンベールのご準備をお願いいたします。さあ、よろしいでしょうか。それではいよいよ2025年大阪・関西万博公式キャラクターデザインに選ばれた最優秀作品が発表になります。私の掛け声に合わせまして、若宮大臣、石毛事務総長、松本幸四郎さんにアンベールを行っていただきます。皆様ご準備よろしいでしょうか。それでは発表いたします。2025年大阪・関西万博公式キャラクターデザインはこちらの作品です。公式キャラクターデザインは候補 C に決定いたしました。おめでとうございます。それではただいまより決定しました公式キャラクターデザインに関する資料を皆様にお配りいたしますので、お受け取りください。そして若宮大臣、松本幸四郎さん、ありがとうございました。ご講談ください。石毛事務総長にはこの後の表彰にもご参加いただきますので、そのままにてお待ちください。それでは最優秀賞、優秀賞に選ばれた方々へ表彰状と記念トロフィーの授与を行わせていただきます。代表者の皆様、どうぞご登壇ください。それでは表彰状の授与を取り行ってまいりますが、本日は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、表彰状本文の読み上げは距離を取って行わせていただきます。それでは石毛事務総長より数多くの作品の中から大阪・関西万博公式キャラクターデザイン最優秀賞に選ばれましたマウンテンマウンテン代表の山下康平様へ表彰状の授与を行います。山下様、どうぞ前にお進みください。2025年大阪・関西万博公式キャラクターデザイン最優秀賞マウンテンマウンテン代表山下様へ表彰状の授与です。表彰状最優秀賞マウンテンマウンテン殿、あなたの作品は2025年大阪・関西万博キャラクターデザイン公募において最優秀作品に選ばれました。よってその名誉をたたえ、ここに表彰します。令和4年3月22日公益社団法人2025年日本国際博覧会協会会長、所正和。山下様、お進みください。おめでとうございます。続いて記念トロフィーの贈呈です。おめでとうございます。マウンテンマウンテン様、おめでとうございました。続きまして優秀賞作品に選ばれた候補 A
広報 B 部を制作いただいたお二方へ表彰状とトロフィーの授与です。まずは広報 A の橋本博明様、前にお進みください。2025年大阪・関西万博公式キャラクターデザイン優秀賞、橋本様へ表彰状の授与です。表彰状、優秀賞、橋本博明殿、あなたの作品は2025年大阪・関西万博キャラクターデザイン公募において優秀作品に選ばれました。よってその名誉をたたえ、ここに表彰します。令和4年3月22日、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会会長、徳良正和。前にお進みください。おめでとうございます。続いて、記念トロフィーの贈呈です。おめでとうございます。それでは元の位置にお戻りください。続きまして、候補 B を制作いただきました吉崎由美様、前にお進みください。2025年大阪・関西万博公式キャラクターデザイン優秀賞、吉崎様へ表彰状の授与です。表彰状、優秀賞、吉崎由美殿、あなたの作品は2025年大阪・関西万博キャラクターデザイン公募において優秀作品に選ばれました。よってその名誉をたたえ、ここに表彰します。令和4年3月22日、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会会長、徳良正和。前にお進みください。おめでとうございます。そして記念トロフィーの贈呈です。おめでとうございます。どうぞお戻りください。それでは改めまして、最優秀賞に選ばれた候補 C、 作者のマウンテンマウンテン代表の山下様から、公式キャラクターデザインに決定した今のお気持ちをお聞かせいただきます。山下様、よろしくお願いいたします。この度はこのような機会をいただき、誠にありがとうございます。私、生まれは違うんですけども、神戸で育ちました。で、大阪芸術大学を出たんですが、30ぐらいまで関西にずっと仕事しておりました。で、それもあって今回応募させていただきたいなと思って、させていただいたんですけども、まあ、このようなまさか選んでいただけるとは全く夢にも思っておりませんでした。で、この私もゆかりのある家族もいたりする関西での万博、これにキャラクターという形で関わらさせていただいたことを非常に嬉しく思っております。ありがとうございます。マウンテンマウンテン様、おめでとうございます。どうぞ皆様、今一度盛大な拍手をお送りください。おめでとうございます。それでは皆様、どうぞご自席にお戻りください。ありがとうございました。また石毛事務総長、ありがとうございました。ご案内いたします。ご講談ください。それではここからは、選考に関わった選考委員会座長原健也さんと選考委員の中川翔子さんにお越しいただき、公式キャラクターデザインの決定についてご感想と好評をいただきます。どうぞご登壇ください。それではまず原座長から
どうぞ中央のマイクにてお願いいたします。お進みください。大阪関西万博2025のキャラクターの審査委員会の座長を務めさせていただいた原健也です。これ大変接戦でした。お手元の B 案と C 案が競ったわけですけれども、ご覧いただいている通り、いずれの案もシンボルマークを上からかぶってるっていう、そんな案なんですね。今回のシンボルマークにおいても、その展開においても、キャラクターにおいても、シンボルマークを中心とした統一の取れたデザイン展開、あるいはイメージの展開が計画されておりまして、今回もシンボルマークとの親和性を重視して審査が進んだというふうにお考えください。B 案も C 案もシンボルマークをかぶってるんですけども、C 案が評価された点はですね、フレキシブルに形が変化していくという点です。これは水の都というふうにも書いてありましたけれども、シンボルの身体はですね、人間の形をしているというよりも水のようにいかなる形にも変容するという可能性を携えた、そんな形だというふうに審査委員会は理解しております。ですから今回発表されているそのマークはですね、こう紙の上に刷られた止まった形なんですけれども、これから展開していくメディアっていうのはメタバースの世界もあるかもしれませんし、ネットの世界でもあるかもしれません。着ぐるみやプリント媒体だけじゃなくて、さまざまな局面に展開していくわけですから、このフレキシビリティがどのように活用されていくかというのは大変楽しみだと思います。今回そういうことで決定しましたので、ぜひともですね、この多様性に対応するキャラクターとしてこのマークの可能性をですね、多くの方々にお伝えいただければと思います。それからこのキャラクターの審査にあたって、さまざまな方々からですね、一般の方々からご意見をいただいたんですけれども、4万点を超える、非常に多くのご意見をいただくことができました。やはりそのキャラクターのデザインというのは、好き嫌いとか適性の問題よりも、より多くの人にいかなる興味を持っていただけるかという、その興味の喚起力のようなものも大変大事だと思いますが、そういう意味でも今回はふさわしいマークが選考されたと思います。同時に選考委員会においてですね、大変参考になったたくさんのご意見をいただけたことに対してですね、審査委員会を代表してお礼を申し上げたいと思います。以上です。原田長、ありがとうございました。続きまして中川翔子さん、お願いいたします。はい、キャラクターデザイン選考委員会に参加させていただきました中川翔子です。人生史に残る大変貴重な経験をさせていただき本当に光栄です。今回本当に会議が盛り上がり、そして激しく皆様との議論が盛り上がりました。その中でもそれぞれみんな素晴らしくって、みんな日本だからこそ生まれる個性だったり、そして可愛さ、素晴らしさ、面白さ、いろんな要素が詰まった中で、私は C に心を奪われて激しく興奮いたしまして、語らせていただいた時間がたくさん今日はありました。なんといってもこのロゴマークもすでに斬新なのに、そのロゴマークであるこの命の輝きの奥から満面の笑顔が飛び出しているところ、そして水の都から連想されるように水のようにいろんな形に展開しているところ、展開例もたくさん、ね、デザインされておられたところが、あ、私はこれがいいな、私はここがいいな、なんてそれぞれ好きなものを選べる楽しさもあったり、そして会場に行った時にこの子が歩いてたらすごい嬉しいですね、興奮しますね。なんといってもそして公表された時にかなり世の中でものすごくこの万博のキャラクターについて盛り上がったっていうところ、そのかなり貢献度も C がスター性を秘めていると思います。はい、なのでこの万博のキャラクターが多分今までの歴史で言ったらこの
デザインぶっ飛んでいるところが選ばれるというのはかなり斬新だなと思うんですけれども、そこがまたものすごくこれからも発表だけじゃなくってどん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 いろんな話題になって大阪だけじゃなくってさまざまな街で日本全体でそして海外でもきっと盛り上がってどんどん人気が出ていくんじゃないかなと、願ってこれからもこのキャラクターを応援していきたいなと思っています。本当に素晴らしいデザインを、の中に参加させていただけたこと、大変光栄でした。このシーンをみんなで愛していきましょう。ありがとうございました。中川さんありがとうございました。それでは花座長中川さんご講談ください。それでは続きまして大阪・関西万博のアンバサダーである松本幸四郎さんからも公式キャラクターデザインの決定についてご感想をいただきます。幸四郎さんお願いいたします。改めまして、大阪・関西万博アンバサダー松本幸四郎です。まずはマウンテンマウンテンさん本当に、おめでとうございます。また優秀賞の2人も本当におめでとうございます。もう本当にこの瞬間に立ち会えることができたというのは本当に光栄に思っていますし、もちろん最終選ばれたこの作品もちろんですけれども最終選考に残られた皆さんの作品も、とても未来を感じました。いわゆる 今までにないものそして今までにあるものでないものを見つけるんではなくご自分の想像で、未来を作られた、そんな未来を想像いたしました。今授賞式を参加させていただいてて、思ったことが、皆さん本当に未来を向いていると言いますか2025年という明確な目標に向かってそこに向かってそこを見ていると、今厳しいです。厳しいですけれどもそこに向かってそこに実現するんだというすごい力そこへ向かっていろんなことを想像するんだそれが形になったんだというすごく勇気とエネルギーをいただいた瞬間でもありました。一昨年ロゴマークが発表されましてそしてキャラクターデザインが本日、発表されました。ロゴマークは、まあ、言ってみれば、家紋のようなものでしょうか。キャラクターデザインというのは、まあ、私歌舞伎の世界から言えば役者ではないかと思います。先ほど水を連想させるデザインということでいろんな形に無限に変わるキャラクターである。お芝居の世界もいろんな家紋をつけますがその一つの家紋をつけても、役者は本当にここです。同じ人は一人もいません。いろんな人がいろんなことを演じるそのために一つの家紋というものがあります。そのいわゆる役者が誕生したなと家紋ができてそして役者が誕生したなと2025年に向けて、一つまた形になったものができたその誕生した瞬間だと思います。私もアンバサダーとして、2025年に向けて、この新しいキャラクターとも共に PR をしてまいりたいと思っております。本当に本日はおめでとうございました。小城さんありがとうございました。それではどうぞご講談ください。